キャラこいてんの、初対面の人と、初対面の実況者さんと絡んでいこうのコーナーなんかもう一回エコーかけちゃおうかな。というわけでね、始まりました。今日も始まってきました、第1回目の初対面の実況者さんと絡んでいこうのコーナーでございますございますでございますですね。頑張っていきたいと思うんですけれども、私から喋り始めるとろくなことがないということが今回で分かりましたので、次回からはやっぱりキャラベル兄さんの方で指揮を取っていただこうと思ってるわけなんですが、頑張っていきたいですね。兄さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回のですね、記念すべき、第1回のですね、第1回っていうか何て言うんですか、この企画の第1回目の、実況者さんをお呼びしたいと思います。トッポさんです。よろしくお願いします。待ち待ち待ち、トトトトトトトポトポトトトポでございます。どうもはい、どうもこんばんは。何も考えてなかったっすと。初めまして、トッポさん。初めまして。本当に初めましてですね。本当に初めましてですからね。これ本当にね。だってもうまだ10分ぐらいしか経ってないですよ。ね、なのに始まる。すごい。とりあえず小山さんと通話してて、ちょっとじゃあまあトッポさん OK だからっていうことで呼びましょうかって言って呼んで、まさかのこの流れでじゃあ撮ろうかっつって、ね、撮影早速ですね。撮ってますからね。いやいいですわね、本当に。ということで、一人目のゲスト、トッポさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、始まってまいりましたよ。はい、始まりましたね。もうね、何から話していこうかっていうね。そうですね、本当。どこからそう、憧れのキャラ恋定ですからね、本当に。いや、そう思ってもらえるだけで我々は嬉しいですよ。いやいや、本当に。トッポさんは、じゃあ質問しましょう。俺とこやったんで。わかりました。そうですね。うん、聞きたい質問攻めですよ、今日は。そう、聞きたいことがね、たくさんありますんでね。ありがとうございます。じゃあ、まずはじめに、じゃあ、俺から質問します。はい。トッポさんは、はい、実況をやり始めてどんぐらいですか？もうね、もうすぐで1年なんですよね、本当に。おお。結構ね、最初ね、趣味というか、もう友達の間でバーって見せるぐらいだったんで、はいはいはい、その程度だったんですけども、この頃楽しくなっちゃって。あらー、いいですね。いいじゃないですか。いい傾向ですね。キャップボムも買ったりして、おやっちゃってますね。なるほど。あ、でもな、結構じゃあ本格的に最近やり始めてると。そうですね。本当に。まあ、今まではもうテレビ画面を iPhone で撮りの、ほんでその iPhone で編集シーンの、なるほどね、すごい日々を送ってましたけども、それ私と同じ経緯ですね。ありがとうございます。私も1年ぐらいはデジカメでした。おお。そっか、1年だったんですね。結構長かったですよ。あ、なるほどなるほど。結構長いことを私もデジカメで悪戦苦闘しながら撮ってましたよ。はい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 。テレビ画面の前にもあるってね。そう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 。邪魔で邪魔で何も見えない。そう、何も見えないっつって小山さん、何がですか、質問。僕はそうですね、きっかけですか、やっぱり。やっぱきっかけですか、やっぱり。あ、聞きたいです。もうやっぱりね、外せない質問だと思いますんで。うんうん、はい。やっぱりね、暇つぶしにね、 YouTube とか見るの好きだったんですよ。はい、はい。ほんで、BO2 とかの実況動画とか、はい、おとじゃさんとかいるじゃないですか、はい、それ最初見てたんですよ。はい、はい、はい。ほんで僕いつもマイクしながら友達とやってたんで、はい、なんか音じゃさんってなんていう、うまい推し、なんていう、面白い推しじゃなくて、うん、うん、そうですね、うまい推しなんで、うんうん、これ面白い推しの俺だったら俺絶対有名なれんじゃねえかなっつって。あ、なるほどね、うん、自分の活躍できる、なんか勝負するところっていうところです ね。なるほどなるほど、うんうんうん、これ絶対っていうのはおかしいですけど、これ俺絶対楽しくなれるなって。なるほど、うん、そこだったら負けないぞと。負けないぞと思ったわけですね。そうですね、いいです。独特な個性を出したなと。うん、いいですね。なるほどなるほどね。まあそれがきっかけと。いいじゃないですか、はい、まあでもやっぱみんなそこは一緒ですね。そうですね。有名な人の実況を見て、あ、これだったら俺でもなんか違う方向でやれるんじゃないかっつって、はいはい、まあやっていくみたいなね。はい。うん、何を売りにするかっていうのはね、そこ大変ですよね。そこ大変ですよね、うん、やっぱ人それぞれにあるんでね、どこをこう売り出していくかっていう、ね、うん、売り出していくかっつって、ね、
まあ、だからこれそれこそ本当にトッポさんの動画見ましたけど、はい、すごい面白いですね。あ、本当ですか。結構笑えますよ。ね、編集もかなり凝ってますしね。そうですね。かなり頑張ってるんじゃないでしょうか。びっくりしました。俺もっと、もっと登録者いてもいいんじゃないのって思って。うん、多くの人に見てもらえたらいいんですけどね、本当に。またこのキャラコイテをきっかけにね、はい、なんか新たな人がこう見てもらって、どんどんですか。ありがとうございます。羽ばたいてください。羽ばたきます。神々しくね。神々しくね。神々しく羽ばたいてください。神々しく羽ばたきますよ。私と兄さんの手の届かない存在になっていただきます。そう、そして我々がこの下からこう手を伸ばしていくスタイルね。そうですね。絡みついていくスタイル、ね。絡みついていくスタイルです。はい、お願いしますよ。なればいいですよね。今我々結構上から行ってますけども、後々はもう下からこう下手で。そうですよ。あーっつって。お願いします。それぐらいなってほしいってことですよね。そうですね。うん。じゃあ次質問。はい。うん、そうだな。トッポさんに質問か。もう俺ないんですけど。一個一個。ちょいちょいちょいっつってね。早いなっていうね。早めのリタイアいただきましたけど。いただきましたけどね。何も考えてないですもん。行き当たりばったりのね、雑談ですから。そうですね。もう完全に行き当たりばったりですからね。うん、あ、じゃあ、はい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 。はい、はい、どうぞ。目標を教えてください。目標。目標ですか。はい。もうね、もう YouTube の。はい。YouTube で検索して、はい、YouTube 面白いって、ね、検索したらもうトッポって出てくるので、ね、なるほど、いいですね、いいですね、いいじゃないですか。本当にもうそのもう COD シリーズとか、はいはいはい、COD シリーズの面白い人って言ったらこの人でしょみたいな、うん、なるほど、そういう人になりたいですね。いいですね。もうなんか自分の名前じゃなくてもなんか面白いとかそういうワードだけ検索しても自分が出てくるぐらい、そう、そんぐらいの知名度っていう、面白い芸能人突破そのぐらい。あ、いいですね。いや、俺もでも結構そこまで来てるんですよ。キャラメルって検索したら、あの何ですか、生キャラメルの作り方っていう欄の中にキャラメル兄さんっていう欄が結構出てくる。今僕突破って調べたらなんか抹茶トッポとかそんなバカすね。そのうちね、そのうち多分トッポさんもずらーっと並ぶようになりますから。それが来てくれるといいんですけど。いいですけどね。まあ今後ですよね、それも。はいはいはい。なるほど、いい目標ですね、それね。いい目標ですね。そのために。だそのためには相当ね、有名にならないといけないとかね。そうですね。山がありますけどね。もう今、スカイプしながらもう体が全身プル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 してるんですよ。緊張しすぎて。まあ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 。これ撮ってないと思っていいんで、本当に。あ、もう撮ってないな、これ。撮ってないなと思って。本当に。はい。OK。やっていくよ。気軽に今やってもらえばいいか。気軽？もう、ふわんとね。じゃあ、小山さん、次質問あります？そうですね。今ね、チャンネルをちょっと拝見しておりますけれどもね、はい、やっぱりその、FPS 関係がやっぱりメインでやってらっしゃるということで、やってますね。今後なんかやってみたい、この新たなジャンルっていうのはあるんですか？あのね、はい、マインクラフト。おお、なるほど、なるほど。一気に手を出そうかと思ってるんですけど、はいはい、いや、PC 版をね、買って、ほう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 。そしてね、なんていうかね、どう出していこうかと。普通のマインクラフトじゃなくて。うん、はい。なんかやっぱりそのコメントからの依頼をこなしていくクラフトみたいな。ああ、なるほど。そんなやつとかな、うん。リクエストにお答えしますみたいな。ね、何を作ってくださいとか。そう。はい、はい。今日はこれ、ね、ちょっとクリッパーちょっとなんか手で掴んでみてくださいみたいな。そんな。言ってますけど、ね。クリッパーとキスしてくださいみたいなね。そんな感じね。そんぐらいのね。はい。もういいですね。ね。うん、やっぱでもどのことにも言えますけど、やっぱね、この視聴者さんとね絡みながらやっていくのが多分一番、ね、ね、楽しいですよ ね、 それもやっぱりいいと思いますよね、はい、うんうん、なるほど、なるほど。小山さん、質問は以上ですか？そうですね。じゃああれですか、そのゲーム実況以外とかで 何か考えてたりするんですか？その例えば実写的な何かとか、そういうのも全然もう完全にもゲーム実況っていう。そうですね、この頃実況設備というか、はいはい、まあ、どんな実況環境をしているのかみたいなをやってくれっていうのはちょっと依頼ありましたね。ああ、なるほど、環境的な。そうですね、それを
どう実写に撮るのかっていうですね、はいはい、コイムさんみたいな、あの飲酒動画みたいな、ジャジャジャッみたいな手だけでやるのかまさかの顔出ししちゃうっていう気はあるんですか。チラッとね、チラッとね、チラッこめかみらへんをね、こめかみですね、あごとかね、あごとかねチャッとチャッチャッとこう見せる感じで、そのぐらいよね、本当にいいんですけども。なるほど、うん、なるほど。キャラメル兄さんの、はいはい、ツイッターの、はい、ニコチン摂取、ニコチン摂取ですかね、摂取ですね、はいはい、あれって、はい、あの神々じゃないですか突っ込みますけど摂中言うてます、摂中言うてもたけどもあのニコチン、ニコ言えないニコチン摂取ですね、はい、はい、あの顔ってもう真顔じゃねえ、完全に自分の顔です。あ、そうですか、やっぱり。お礼に関しては本当に、なんていうんですか、別に顔さらせって言われても全然さらすっていう、住所教えろって言われたら、もう教えるぜっつって、じゃあなんかその代わりなんか送れよみたいな、それぐらいのノリでやってるんで。普通に出してますもんね。出してますね、本当に。本当に夜中だったら多分、その気になれば下も出しちゃうよっていうぐらいの勢いですね。うん、なるほどなるほど、もう一人の僕出しちゃうよみたいな、はいはいはい、それぐらいの勢いでやってますよ。ジュニアさんをね、はい、キャラメルジュニアをねキャラメル2世をこう出していこうみたいな。キャラ2世ってキャラ超えて見てたらそんなフレンドリー感がね本当に伝わってくるというか外人に目があったら話されるとかね、まあ、うちはね本当にそんな感じですよ、うん、いいですね、はい、本当に。ちょっとね今日風邪ひいててね、喉の調子が優れないんで、結構コイムさんに喋ってもらうと思うんですけど、はいはい、喋りましょう、じゃあ喋ってください、はい、休んでてください。あ、わかりました。あのリンパ腺がもうチャチャを入れてくれる、リンパ腺がもうパンパンになってて、あの大丈夫ですか、発熱実況は勘弁してください、はい、大丈夫ですけど、はい、なんかじゃあ他にないですかねなんかじゃあ逆に、はい、トッポさんからこう聞きたいなとか聞きたいこととかあります？それは聞いてみたいですね。そうですね、なんですかね、コイムさんの、はい、いつものあのムーとか、はい、あれはどなんどういう感情で出てるんですかね。どういう感情ですか。ここ行くとか、ね、あ、気になるね、それすごい気になる。なるほどね、あれはどうなんでしょうね。いきなりもう食うとかなんか、はい、とかなんかもう口癖ですよね、はい、なるほど、口癖ね、もうなんかなんていうんですか、収録ボタンを押すと、はい、その実況者コイムになってしまうんで何が出るか分かりませんね。何そのなんかバイクまたがったらホンダはなんか変わるみたいな。何ですかそれ。両津勘吉のバイクまたぐと変わっちゃう。何それ。俺もそれ欲しいわ。変身ですよ、変身。年がら年中俺このキャラクターだからな。俺もそういうの作ろうかな、なんか。なんか兄さんも作ったらいいじゃないですか。いいですね。お釜になるとかね、実況ボタンを押すキャラになっちゃう、実況ボタンを押すとお釜になるっていう今実況始めますみたいな、あっあっつってな、何何何この、いきなりあっ、何この実況者誰かにしばかれてんのつってアウトです完全にアウトね、すぐバンされますね、そんなことしたらねそうですね、はい、僕もあのコイムさんみたいになんかあのやられた時とか、はい、ちょっと危ない時とか、はいはい、なんか意味わからない言葉が、あ、はいはい、不思議な言葉が出るんですよね、やっぱり。あ、なるほど、いいじゃないですか、それはいい。ジュビジュビニャみたいな。いきなりもう思う存分出していってるんですよ。それがね、この頃あの私生活にも出てきて、あ、はいはい、なんかいろいろなんかボールが来た時とか、ジュビニャみたいな、よくわからない言葉をね。発してしまうという病気がね、それはわかりますね、その実況中のなんかその口調というか、そうですね、喋り方日常出ちゃうっていうのはありますよ、やっぱりね、出ちゃいますよ、うん、なんかやっぱり僕も落としたりするとアベベとかって言いますね104ってアベベベベって、はい、それは重症ですね、それは重症ですよ、これ重症なんですか、だから前も言ったかもしれないですけど、あのよくあの名前とか聞かれるじゃないですか、プライベートで、はい、あの誰か、ね、例えば取引先とかなんとかって、
お名前って言われた時にあの一瞬こって言っちゃう。こって。一瞬コイムですって言いそうになっちゃうって、ね。あ、それね、すごいわかる。はい。ありますよ。うちもね、営業とかがたまにやったりするんですけど、その時に、はい、挨拶する時に、はい、はいどうもって言いそうになる。いつもね、俺の動画って、はいどうも、もちどうさん、キャラメル兄さんですっていう感じで始まるから、はい、はいどうも、キャラメルですって言いそうになるっていう。本当何を紹介するんだっつって。若干、本当に職業病になりつつあるっていう。ありますよね。うん、うん、はい。あるあるですね。これはあるあるですね。長くやってると、やっぱり、染みつくんでね。そうなんですよ、ね、名前が2つあるってなんかね不自然な感じですね本当に。まあ、ね、確かにね普通ではありえないですからね。そうですね、実況やってないと ね、 ね、うん、特に本名でやってる方は関係ないですけど、なかなかでもいないですよね。そうですね、本名でやってる人って。まあ俺もな、でも俺あれですよ、まあミドルネームがキャラメルなんで本名じゃ本名ですね。洗礼受けてるんですか。これはミドルネームですね。なるほどなるほど、はい、実はミドルネームでした。あれ、コエムさんってミドルネームは、はい、ミドルネームはパラグアイ。パラグアイ。なんでボキャブラリーの持ち合わせがなかったんでパラグアイって言ってました。これトッポさんのミドルネームはソリエッティですね。ソリエッティ。持ってるね。持ってる。腕持ってるね。持ってますわ。持ってますね。持ってます。持ってますね。この無茶ぶりにこの対応していくこのトッポさんのこのね。はい、うん、僕はあの佐藤パラグアイ広志です。すごい。進化してってる。いいですね。佐藤パラグアイ広志。何人か分かんないです。話がそれちゃいましたね。それすぎちゃいました、ね。で、それで何の話でしたっけ。何の話でしたっけ。あ、トッポさんが僕たちに何か質問してたんですね。そうですね。どうでしょう。何ですかね。なんかこう、我々一応ね、先輩っちゃ先輩なんで ね、 そうですね、なんか助言じゃないですけど、これは言ってもらいたいなとか、はい、アドバイスしてほしいなとか、それでもいいですし、うん、何でもね、なんていうんですか、質問とかでもいいですし、逆に自分の動画の、はい、なんていうんですかね、あの宣伝でもいいですし、いやいや、それはね、宣伝しっかりして帰ってった方がね、そうですよ、はい、いいと思いますから。要するに番宣ですよ、番宣、番宣をね、うん、ちょっとしていった方がいいですよ。ベベベベベッつってね、本当に適当だな俺。ベベベベッつってね、こうやってもらえばいいかな。本当にね、どうですか、じゃあトッポさん、じゃあ番宣ということで、はい、で、何ですか、自分の動画の売り、こういうことをやってるよって、ね、ぜひこういうところに注目して見てくださいっていうのを、じゃあ、ちょっと教えてもらおうかなと。わかりました、ね。うん。僕の動画は、ですね、まあ、COD を、はい、まあ、やってまして、ほとんどが。はい。はい。ほんで、まあ、どっちかというと、うまい、うまいっていうのじゃないんですね、やっぱり。うん。もう低評価がついてまでもそこを通してくるかっていうネタを見てほしい、うん、はい、なるほどなるほど。ですか。ちょっと前にね、乳首実況って出したんですよ。これはねギリギリのラインですね。なかなかのギリギリのラインですね。乳首実況って出しちゃったんですよ。これは怪しい匂いがしますね。いいですね。相手のね、エンブレム、エンブレムと BO2 のエンブレムというか、はい、まあ、自分で絵を作る、なんか自分のエンブレムが、はい、ドラえもんだったんですね。で、相手のエンブレムが、はい、はいはい、ドラえもんで、ドラえもんになんか知らないけど乳首がついてたんですね。なるほど。そこにちょっと入り込みすぎて、動画で乳首乳首乳首って言いすぎて、もうそれ乳首実況ってなっちゃった。また乳首にやられたっつって。乳首を前面に出したこの動画みたいな。そう、それがね、もう低評価の嵐で大変なことになりましたけども。いや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 、私系列の人が多分見たらみんな高評価出ます。多分ね、私の視聴者は少なくともそういうの大好きです。ありがとうございます、ね、いいじゃないですか。そういうの大好きな視聴者さんがどんどんね、そうですね、増えてくれればいいと思う。今日見ていくと、はい、やっぱりね、実況で大事なのは見てくれる人がいないとね、ダメなんでね。そうですね、そうですよ、いかにいろんな人に見られるかですからね。はい、うん、やっぱ最初の頃大変でしたね、本当に。はあ、
見てくれみたいなツイッターで送ったりトッポさんぐらいの時だと多分実況者多くて大変だったと思いますよ。そうですね、いっぱいいますね。うん、多分同期ぐらいだと多分相当いるんじゃないですか。いますね今は、うん、ツイッターとかまず実況者って調べたらドワーって結構出てきて、出てきますもんね、うん、本当に出てきますもんね。出ますね。うん、ここ1年じゃないですか急激に増えたのは。そうですね、はい、僕が増え始める頃ですね、多分僕が始めたのが。うん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 。その当時はでもそんなにびっくりするほど量はいなかったので、はいはい、まあ今っていうね本当にビッグネームさんたちはいましたけどね、すでに。あ、確かにそうだ、コイムさんが出てきて、はい、ポンと出てきて、その後にずらーっとこう出てきた記憶がある。そうなんですよね、僕はさんを先頭にして結構増えましたからね。かセンター仕切ってましたからね、小泉さん。センターですか私、うん、総選挙のセンターみたいな。なるほどね、どこぞの AKB だってね。どこぞの AKB ってもうどこぞ関係なくなってますけど、こんぐらいの本当にセンターでしたからね、小泉さん。確かにね、多いと思う。本当に多分、だってトッポさんぐらいの多分やり始めた頃の人って結構多いと思う。結構いますね、うん、激戦区ですよ多分。激戦区ですね、うん、実況者の激戦区だよ本当に。どうしましょう、確かにそこでね乗り切っていくのがね、波に乗っていくかっていうね、本当にですよ、大変ですよね。だからこそのここの番宣ですよね。そうですね。どうもトッポですみたいな。このね、あの最初にね前振りというか、はい、あの実況始める前にどうも皆さんこんにちはみたいな、はいはいはい、最初の頃はですね、あの最後までチョコたっぷりトッポですとか言ってたんですけど、いいじゃないですか。なんかあのこの頃なんか著作権とかなるほどね、いろいろ言われてきたんで、はい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 、この頃はなんか、はいどうも皆さんおはぐモーニングトッポでございますとか、なんか爽やかな感じになっちゃった。いいじゃないですか、爽やかお兄さんじゃないですか。爽やかお兄さんな感じになっちゃったんですね、もう。ですか。本当いろいろな実況者さんって本当前振りがいろいろあって、ありますね、ありますね、決め台詞というか、うんうん、コイムさんちょっと今ないですかね、一個コイムさん風の。僕ね決め台詞がないんですよ、よく言われるんですよ、なんか作ったらどうすかみたいな。あ、確かにね、はい、コイムさん、でも、そのオープニングも違うし、はい、はい、でもそこがコイムさんなんじゃないですかね。そうですね。そのオープニングから始まるっていうのがコイムさんの挨拶のスタイルなんじゃないかなと俺は思いますけど。はい、なるほど、なるほど。ちょっと、って、はい、なくないですか、コイムさんのあの、なんか、はい、どうも、みたいな。なんか毎回違うような。いてらっしゃいませ、みたいな、そういうのないですもんね、普通は。最初はね、あの、なんか、よくあるのがおはようございます、こんにちは、こんばんはっていうのが定番として、なんか一つの形としてあるじゃないですか、わ、こんにちは的なね、はいはいはい、うんうん、でそれなんかもう僕始めた時はもう皆さんやってらっしゃったので、そうですね、なんかちょっと別のっていうので、もう普通にあのお疲れ様ですっていうのは最初は言ってましたけど。いいですね、はい、お疲れ様でございます、こいむですってよく言ってましたけどね。逆に、あ、そうです、それにじゃあちなんでなんですけど、はい、このキャラコイテもそれ欲しいですよね。あ、欲しいですね。あ、前キャラコイテ限定の、キャラコイテ限定のこの決め文句欲しいですね。いいですね、これ言っときゃいいよみたいな。俺ね、これね一個だけ考えてたのがあって、言っていいですか、はい、これどうぞどうぞ、せっかくゲストが来てるのに、はい、いいですか。発表しましょう。これね、最後にあの、はい、店を出ていくということで、ごちそうさんでしたって、ね、あ、めちゃくちゃいいじゃないですか。いいですね、これね言いたい、はい、これね言いたい、だからごちそうさまでしたっていうのか、ごちそうさんでしたっていうのか、はいはい、そこがねちょっとねニュアンスがね難しいところなんですよ。それいいと思いますよ、居酒屋なんで、ね、ごちそうさんでした、はい、そうそのワイルド風が店を出ていく感じね、この感じ、ね、うん、その前にあれじゃないですか、今日はどっちが払いますみたいな小競り合いがある。もうそこから入っちゃう、もういや今日払いますよ兄さんっつって、いやちょっとトイレ行かしてくださいっつって、それ誰得ですかそれ。最後にその最後の最後の雑談トークでその小競り合いを誰が見て得するんですか。終わりか、もう得はしない。最後グッダグダやんっつって。いいじゃないですか、それやっていきましょうよ。これじゃあちょっと、じゃあこの今回のね終わりにちょっと、じゃあトッポさんも含めて、そうですね、初めてですよこれ、だから初めて言うセリフを初めて会った人と一緒にやっていくと、初めていいですね。これですね。その記念すべき第1回目にトッポさんが出演と。
トッポです。どうもです。よろしくお願いします。皆さん登録してね。よろしく。よし、ということで、じゃあ今回皆さんね、終わった時は、口を揃えてごちそうさんでしたと。はい、いいじゃないですか。行きましょう。行きましょう。何分ぐらいになりますか？今ね、25分です。あと5分しかありません。そろそろですからね。結構早いですね、やっぱり。思い残すことはないぐらい、今日はもう残りの5分につぎ込んでいただいてですね。そうですね。はい。もう、じゃあトップさん、じゃあこのキャラ恋人に出演するにあたって、これだけは言っておきたいとか、これだけは聞いておきたいというのはありますか？キャラ、どうなんですかね。2人が実況を始めた理由って何ですか？いや、もう。もはい、キャラメルミーさんからこれね、はい、結構言ってます。あ、結構言ってますか。テッポさんと大体同じですね。あ、そうですか。誰かに憧れて、なんかこうやるとか、俺にもできるんじゃないかっつってやったっていうのが、まあ大体ですね。いや、やっぱそうですか。うん、まあ、大体まあ似た感じにはなってきますよね。なっちゃいますよね。引っ掛けてるってなるとね。本当 YouTube って幅広いですよね。本当に広いですね。といろんな方が出してて、うん、パスで検索したらもうこの人面白いわってなって、はい、恋むす、はい、眠ってる人もわらわらたくさんいますからね。そうですね。本当にまだまだめちゃくちゃ面白いのに、うん、あ、います、います。登録者が少ないとか、いますいますいますよね。はい、たまに見つけると うわーってなる人います。この人やばいって。うわいますよ。それを小山さんと話してて、あ、はい、じゃあこの企画やろうっつって。あ、いいっすね。発掘していこうんですよ。ねえ。ねえ、ほんとに。ポッポッつって。ポッつって、ほんとに。ポッつって出てくるんじゃないかな、つって。いいっすね。ほんと、なんかね、きっかけがあれば、そういう人たちはもう一気にバビョンとね。そうなんですよ。グーン行きますからね。グーンとね。バビョンとね、ほんとに。はい。その中の、だからトッポさんをそれに慣らしてあげたいって。ありがとうございます。ね、なりますよ。YouTube ドリームを。そうですよ。YouTube ってね、なんか、何でしたっけ、某有名なピカキンさんピカキンもね、そういうふうになってないっていうね。相当だって金稼いでますよね、あの人もね。稼いでますね、あの人は。あれぐらいになったらどうなるんだっていうね。ゲーム実況者がね。そう、逆にそうですよね。ゲーム実況者が あれだけできるのかっていう。ね、ゲーム実況者が日本一の YouTuber っていいですね、なんか。ね、なんか、それ、今後のもう課題ですよね。課題ですね、もう。やっぱもうメジャーなものになってもらいたいですよね、実況っていうカテゴリーがね。そうですね、うん、まあ、そういう有名な本当にね YouTuber の方たちも結構参入してきてる中、はい、そういう土台はできつつあると思うんでね、うん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 、まあ、みんなでねそれを盛り上げていきたいという気持ちありますね。確かに、あいこさんいいこと言うな。さすが小泉兄さんだわ本当に。兄さんの称号をあげます。キャラメル兄さんはどうなるんですか。俺は何ですかね。俺は兄さんを取ったら何になるんですかね。キャラメルさんですか。キャラメルさんになりますね。ただのキャラメルさんですね。スイーツになっちゃいました、ね、スイーツになりますね。本当にそうですよ。いやじゃあ最後に、はい、最後になります。これが28分、あと2分しかありません。いやなんか早いでしょ。結構30分で早いでしょ。早いですよね。結構ね、はい、本当にやってる側はね一瞬一瞬ですね。早いのよこれ。早いですね。気がつけばもうだから1年なのよ。早い早いんだよ本当に。本当1年だと分かった時はびっくりしましたね。ね、はい、本当です、ね、おっていうね、あれっつって出ましたね。うん、いやまあなんかね、はい、今後多分トッポさんもねいろいろ実況やると思うんですけども、はい、ぜひねこの今のこのなんて言うんですか、この楽しさっていうのをね、はい、この実況撮ってる時の楽しさを忘れずにね今後頑張ってもらいたいなと思います。そうですね、またねなんかそう COD ね、はい、実況ということで関係者一応ねつながりはあるんでここで、そうですね、うん、また今後ね機会があれば私か小泉さんは一緒でもいいしどちらかでもいいですし、なんていうんですかね、共演できることを祈って、そうですね、うん、やっていければなと思います、はい、はい、ということで、今回トッポさんに来てもらいましたけどもいかがでしたか、感想を。ほんとねずっとね夢見てたというかずっと聞いてたらねラジオにね、はい、今出れて本当に嬉しいですね。本当に
こんな感じでいいんですかね。いや、間違いないです。ね、本当にそんな夢見てくれてたのに、こんなグダグダな感じでいい。いやいやいや、本当に。もう YouTube の中でしか聞けなかった声をね、こういう風に会話でね、喋れるとかだったら本当に結構嬉しいですね、本当に。あ、そう言ってもらえるとね、我々も。ありがとうございます。まあ、ということで、はい、まあ今後ね、まあ、トッポさんに限らずですけども、はい、登録者200人以上、そして何でしたっけ、動画10本以上でしたっけ、はい、上げてる方はね、こうチャンスがあると思うので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回初めてのゲスト、トッポさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、最後にこの言葉で締めましょうか。締めましょう、言葉で言いましょう。はい、じゃあ小山さん、なんか、はい、この合わせるためのあれ言ってくださいよ。あれよね、あれをね、せーのみたいなことですか。せーの的なこと言ってください。いきますよ、はい、エコーせーのいきますよ。ありがとうございます、はい、お願いします。それではせーの、ごちそうさまでした。